イーストチェスター、ダイアーアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ダイアーアベニュー線の終点駅である。ブロンクスクイーストチェスターの東233丁目と、ダイアーアベニューの交差点に位置し、終日後系統が停車する。当駅は1912年5月29日に、ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の途中、駅として開業した。 その後1937年12月12日にニーは &B が倒産した際に路線と共に廃止された。しかし1940年にニューヨーク市がブロンクスとウェストチェスターの境界より南側の線路を購入。1941年5月15日に東駅東180丁目駅間で IRT の車両を使用しシャトル運行が開始された。 1957年には東180丁目駅北で IRT ホワイトプレーンズロード線と接続し、同年5月6日より直通運転が開始された。駅はもともと相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の駅であったが、ニューヨーク市地下鉄の駅として再建された際に、島式ホーム1面と、 南行線2線の一面2線の駅となった。現在の南行線2線は2位は &B の北高観光線と南行急行線の路盤を使用し、ホームは北高急行線の路盤に設置されている。南高観光線の路盤は線路が撤去されているだけで、現在もその後を見ることができる。 現在の南行線2線は駅の北側で列車一辺成分の長さを有し車止めで終わっている。駅の北側は森土上にあり南側は高架となっている。駅の南側では2位は &B の付接していた4線に分岐している。なお、北高急行線のみ車止めで途切れており、南高急行線も定期旅客列車の運転はなされていない。 駅舎への入り口は、ライトストリートとダイアーベニューの交差点北東の一箇所にのみ、存在し、駅舎には切符売り場、改札口、ホームへの二つの階段がある。ありがとうございます。